おはよう。どうも。髪型をさ考えたいねん。いや、あのな、聞いて、今日のな、髪型は決まってるんよ。でもな、なんかどうしようかな。何してほしい？まだ来てそうそうやけど、おはようございます。今日はひかるちゃん来おへんのかな。ひかるちゃん来るんやったら野球の観戦レポート書きたいんだけど、持っていっとこうかな。でもおらんかったらな、うん、おお久しぶりに劇場行きます。やった、今日は八木公園ですね。うん、筆箱私どこやったっけ。ハリボーがどこかへ行ってしまった。旅だったんかもしれない。ハリボー旅立たれました。あの子は立派な子でした。キツネさんギフトありがとうございます。びっくりした、もうほんまに怖い。作者丸って怖い。もうやめてよやめてよ。しかも今日は公演の日やからほんまに何もしてないのに、ひどいひどい。ジョンさんギフトありがとうございます。ひどくね。で、私のハリボーはどこへ？私のハリボー、愛しのハリボーが、あああ、上田和樹さんギフトありがとうございます。ジョンさんギフトありがとうございます。どうもおはようございます。髪型調べる。どうもおはようございます。みんなおはよう。ウルトやジョンさんギフトありがとうございます。アンジュさんが、アンジュさんちゃうわ、アンジュさんのアバターの人おる。しかも女の子バージョンや。いいなポニーテ。よかった、あの解禁初日のアンジュさんとお揃いの。
19出れるんかな。ジョンさんギフトありがとうございます。昨日60くらいやった。あの星がさもう40くらいしか溜まってなくてさ、8期生から1人しか選抜行ってない。確かに、あツインの下目お団子が一番好き。わかる、あれ良かったよな。あのあれな、若菜さんの生誕の時やったやん。で公演の髪型解禁初日やってん、私は。からなんか若菜さんのあの東京虫の時の髪型が下目ツインで可愛いと思ってあれにして、いいやろ、可愛いやろ。ムーチョさんギフトありがとうございます。下目のツインが良かった。他何にしようかな。おはようございます。もうなんかおはようなんか際どい時間になってきた。まだ10時はおはようか。あと1時間くらい経ったらこんにちはやろ。8期が一番可愛いと思ってるやろ。そらそう。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。8期が一番可愛い、よくぞ気づいた。名前覚えとこう。おーいいねいいねいいね。8期が一番可愛いよね。今日はそんな8期公演ですね。おはようございます。ヨークシャテリアがいっぱい。もぎゅもぎゅさんギフトありがとうございます。眠いな熊田さん、全然眠いな。寝る熊田さん、眠眠。ハチキが一番可愛い。おお今日来る公園やったかわいい。熊田太郎に変更していい名前。熊田太郎さん熊田太郎になった。今日はお好み焼き日和ですね。そうなぁ、今日の天気は高校卒業したら俺のお嫁さんになってくれませんか。おもろちょっと卒業は待つんやな。おもろこんにちは熊田熊子でもいいな。ちょ名前定まらんな。熊田熊子か熊田太郎、あ熊田熊子がいいかもな。熊田熊子かわいい。え熊田熊子かわいくない。熊田熊子かわいい。熊田熊子にする。
子か男の子かは分かりませんね。熊田くま子さん、くま子さん、熊田くま子の方が可愛いな。熊田くま子にしよう。クマみたいな名前じゃん。クマ子なんやって、クマ子なんやってやって、クマやねんこの子は。ね。可愛いね。お目めちっちゃいな。こんな顔と胴体のサイズでこんだけしかない。もう鼻で半分見えへんちゃう。見えてる？熊田クマ子。かわいいくまこ、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 くまこでもいいけどな。くまこ、くまこありじゃない。くまださんでちっちゃくしてるからな。くまこ、くまこ、もしかしたらくまじゃないかも。嘘やろ、そんな、そんな、今まで君をクマだとずっと思っていたよ。それかもしかして毛を剥がれた白クマ？かわいそう。痛かったね。だから黒くなってたんだね。かわいいね。君クマさんじゃなかったら何者？未確認生物。あ、そういえばアンって漢字書いてたのに忘れて消しちゃった。かわいそう。じゃあめっちゃ綺麗に洗ってあげたらなんか他の動物が出てくるってこと？かわいいね。あ、実はトイプでかー。あんたあれやな、クマさんカットしてるんやな。なるほど、なるほどね。クマさんカットのトイプちゃんやったの。ポコさんと一緒やんか。ポコさんもこの韓国テディベアやろうと思ったけど、あのここかしかきむしるから毛玉できて耳伸ばされへんからできんかった。あ、綺麗に洗ったらパンダかも。なるほどね。ジョンさんギフトありがとうございます。実はただのぬいぐるみでは。そんな、そんな嘘だろ。君は生きていると信じていたのに、君はぬいぐるみだったのか。おいおい、だからこんなにお目目がちっちゃくても見えなくても大丈夫だったってことか。だって目開いてるのにガンガン触ってるもんね。口もずっと歯磨きだもんね。お腹パーンチってしても大丈夫だもんね。もしかして君ぬいぐるみだったのか。この野郎、この野郎、熊田くま子熊田くま子、この野郎、かわいいな、かわいいな。クマじゃないのね。クマじゃないのか。クマじゃなかったみたい。かわいい、クマさんやと思ったかったのに。君いつからおる？覚えてないな。かわいい、熊田くま子、君は植物か？もしかして植物なのか。クマさんじゃないんでしょ。ぬいぐるみ説が出ているという。植物なのでは。君は植物だったのか。なるほど。じゃあお腹にあんともう一回書き直しましょう。かわいい。あん書いただけでかわいいわ。おもろい。ジョンさんギフトありがとうございます。ふふん、かわいい。熊田くま子です。あー、くまさんのギフト投げてくれてる。やったー、かわいい。相方さん静か。実は神かも。ガネーシャ的な、ガネーシャ的な感じでクマさんの神様が、クマさんの神様っておるんかな。
そう、しおんさんと写真撮って、よかった、最後行けて。あれやねんな、制服で終わるよな。綺麗、かわいい。ガネーシャ象さん的な感じで、クマさんの神様おるかなって。クマ神様、クマ神伝説、原始クマで、え、はじめ、え、原始クマは神であった。へえ、なんかおりそうじゃねー。この人の本ってあれ、あれの人、うん、どういう本やろう。クマーシャクマーシャいっぱいおる、クマーシャ、クマーシャいっぱいおる。クマに誘われて散歩に出るあの後以来初めて。神様が何やねん、新たに生まれ変わった。どういう本やろう、単行本。でもこの人の本今一冊だけ買ってるねんな、ちょっと気になる。クマーシャ、クマーシャおるんかな。うん、アイヌのクマの神、アイヌ、アイヌなんや。キムンカムイ、キムンカムイやって、山の神、キムンカムイ、キムンカムイか、君は君とか言っちゃった。キムンカムイなんだね、キムンカムイ。充電 100% キムンカムイなんだね、パンチキムンカムイさん、キムンカムイさんということは君はヒグマ、君ヒグマっぽい色してるね、キムンカムイだ。あ、案が消えちゃった。かわいいキムンカムイ、ヒローン、ランキング見ます急、もう21分経ったから。深夜とマークノエルさんギフトありがとうございます。ちょっと眠いから寝るね、キムンカムイさん、寝よう。ランキングを、おー今日123や、すごー。あれ昨日か、今日で24、まあ何でもいいか。13位がヤン008さん、ありがとうございます。12位がしおりさん、ありがとうございます。11位がよしさん、ありがとうございます。10位がもぎもぎさん、ありがとうございます。9位が上田和樹さん、ありがとうございます。あ、鼻がムズムズしてきた、くしゃみが出そうだが出なかった。8位がしげやんさん、ありがとうございます。7位がウフィーウフオーさん、
ありがとうございます。6位が RC さん、ありがとうございます。5位が、あ、なんか飛んじゃった。5位が玉ひよさん、おい、アンジュさんの人かな、ありがとうございます。わかりやすくなったな、最近アンジュさんの人天使ついたから。4位がオレオーズさん、ありがとうございます。3位がワンタンメンさん、ありがとうございます。2位がムーチョさん、ありがとうございます。1位がジョンさん、ありがとうございます。ありがとうございました、どうもありがとうございました。アンジュさんのとこの人かな、じゃあアンジュさんのとこの人おるか探そう、おらんかさすがに。おらんな、一人だけ発見。わーい、キムンカムイさん、アンジュさんの人がおったよ。ということでコーナーさんギフトありがとうございます、ありがとうございました。ね、ねってないのな、かわいい、お疲れ様でした。バイバイ。今日は八木公園なのでエアコン消そう。で、電気も消そう。よし、ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。